Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! しかもそもそも漁ったの体を触ったではなく、バックを漁ったので、まあ、横取りっていうのは、そのアーティファクト系のやつをそうでね、すね、ダーティマネーとかを取るだけだ取るからっだてけ。ことね。まあでも JD さんがその際に体うん。当たってしまったかもしれませんとは説明ましほん、た。じゃあ、いつも警察から荷物取り上げられるときに、いつも言ってるってことか、この起きるってやつは。まあとも言えますね、そう本だよ来は。な。どっちかというと警察の方がポッケとかまさぐってくるもんな、きっまあと。そうですね。そういうことだよな。言うやん。まあなので、結果まあうちもセクハラされてるので、まあ抗争はなくなりましたね。お隣さん、共有が、ですか？前回の横取りの件について共有があります。前回の横取りの件。前回って何？アンブレラの横取りしたとき？そうですね。何？何ですか？何ですか？まず換金はしたんで後で金額送っておきま金はください。す。渡します。お隣さん聞いてください。はい、何でしょうか？5個でした。ケイ、行ったぞー！横取り成功！2億じゃないですか。やば2億いです。ぞ。やばいやばい。やばいやばいやばい。で、一旦、お隣さんに渡しておきますよ、そしたこら。れ、一旦、そう、いや、金庫入れておこう、OK です、OK です、OK で金庫入れす。て、次回のアーティファクトじゃないと換金できないから。OK。じゃあ、下のいとや、こに分かりやすくやばい。並べときますよ、これ。やばすぎ。OK、回答来た。回答、回答です。回答だった。完全に回答だ。いや、しながらこ3れ人は。横取り行ったわ、どう？もしもし。おはようございます。起きました。おはようございます。どうしました？え、いや、電話くれってああ、なるほ聞いどたでんですすね。けど。その重要なはい。話をしたかったレーダーさんと JD さん、出ました。いつ？30分前ぐらいですね。はい、なるほど。んじゃあ、また今度ってことです了か。解です。はい、起きたらわかまりたましこちた。らから一初応めて連絡でを入れときます。はい、わかりはい、ました。失礼失礼しします。何もかもが、いつから転げ落ちたぞ、俺が。警察に入って言ったら、警察に入ってください。ガチ、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 
一回見たいけどな、そういうのね。うん、あの一つ聞きたいんですけど、誰待ってるんですか？すみません、ちなみにあなたは誰ですか？そうですよ、そうですよね。いや、あなた誰でしょうか？いや、私ですか？いや、はい、いや、まあ、ここの人と一緒です。あなたを待ってましたよ。あれ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 座ってたぞ、迎えたぞ。いやいや、行くか、入るぞ。正直あのパパが匂い嗅いでるのは初めて知りました。パパが匂いを嗅いでるのは初めて知った。はい。だからどうした？そんなお父さんでいいんですか？全然いいぞ。いや、上須川さんには聞いてないんですよ。ええ、起きるはパパ第一なので、そんなパパでもいいです。声が震えてますよ。なんか勘違いしてないか？はい、どうしました？匂いを嗅いでるが、聞こえてるか？いや、多分途中電波が悪くて途中聞こえてないです。あ、ちなみにもっと掘り返せばいっぱいありますけど、ね、PYC で書かれましたけど、それより前に、はい、街中で会った時にめちゃくちゃストーカーされて、手錠で拘束もされて、で、女子は、お前が欲しいバイクを買ってあげるよ。バイク買いに行こう、バイク買いに行こうって言って、手錠で拘束して SKE のバイク売り場まで行きましたから、ね、あれそれで言ったら俺も匂い嗅がれたことありますか？あれ、ウエスカさんもっとやらかしてるの、なんか。はい、俺には嗅がれた後、緑臭いなって言われました。
手錠拘束までされてますからね、こっちは。拉致られてたよね。そうっすよ。まあまあまあ。結構、罪は重いっすよ、この。カードはいっぱいあります、こっちには。まだね、なんか言われても。はい、なんか JD さんも、なんか、匂いかがられたらしいですけど。そうっすね。はい。いや、もう、お前来いよ。あ、会議室にですか？そうだ。秒を返しました。一度向かいますね。まあ、事実確認もいろいろしたいので、一旦。え、ごめん、聞こえなかった。なんで？事実確認とかいろいろしたいので、私、そもそも横取りにいなかったんですよ。いなかったの？はい。オッケー。じゃあ、もう、いいわ。いいんですか？じゃあな、ケインを。はい、また見ましょう。え、な、おいに、おいじゃあ、もういいわ。おいおいなんでだよメスカーさん今から話すって話で私の娘をまさぐったのは、まあ、匂いも嗅いでるので今回はお互い様ということで。何がお互い様だ、全然違うだろう。どこをまさぐられたんですか。起きる。どこをまさぐられたんだ。体。体。まさぐられて何をされたんですか。体だってよ。で、何をされたんですか。何をされたんだ、起きる。カバンの中から大切なもの取られました。カバンの中ですよね。今、体ではないですよね。カバンを、取るときに体触られました、はい、カバンを取るときに体が触られた。なるほど、はい、でもカバンじゃないですか、別に目的はそっちじゃないですか。体触って苦しくなってないですか。でも正直パパが匂い嗅いで。ケイン先輩何してんだろう。なんかそろそろフラッとなんかジョアさん何してますって言われそうな気がするって言った数秒後に来たらちょっとトゥンクしちゃうんだけど。うわ、ちょっと待ってくれ、なんでいるんだよ。おかしいだろ、おいふざけんなマジで。なんでちょっとおかしいだろ。あ、どうもこんにちは。ね、普段3人とかでやってるから十分な連携が。さあ今から多分ウェスカーさんから電話行きます。着信拒否とかってできます？そう、あれじゃないですか、設定からもうネタって風を予想なら電話拒否ありませんすか。あ、ちょ、機内モードに しても大丈夫ですか。機内モードできます、多分。機内モード、ちなみに機内モードしたらまた僕に電話かかってきますよね、多分。あ、まあそうですね。終わった終わった店長。アンブレラの皆さんは、ん、別にどうも思ってないじゃないか。私は前からジョシュアを野郎屋に入る前からだからな。おい、何笑ってんだケインよ。笑ってないですよ、私が思ったので笑わないですよ。ほう、で私の娘をまさぐったのは、匂いも嗅いでる。 AD どこ。あ、今南署に車取ってました。今豪邸戻ります。はーい。ジェジどこ。やばい、急げー。
TD どこが一番怖い。はい、すいません、申し訳ない、種作っちゃいました。どんと構えるか、どんと構えるときに、トッピオも寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。うん、くるくん、またね。おやすみ。やられた、やりやがった、やられた。限界客船ですか。人数いるくらいですか、普通に。うん、結構いるよ。3人もいますよ。3人もいますよ。もうだから。うん、もうですよ。やろやに対してはもうですよ。スワットの数に対しての3人はおかしいのよ。3人もいるから。16分の3よ。まあ、確かに。うん。1人か2人で限界って呼びますよ、多分。3人もいますよ、今日は。確かに。16、3、8の3とかならまだ。16、3よ。ああまあ警察は一応必要警官人数はあれですから6だ。本来は客船6ですから。1日にいくら稼いでる件よ。この前横取り成功して8000万いきましたよ、一人で。1日で1日だったら2億ですね。やばっ。いや、これは痛くも痒くもありませんか。いや、痛いです、相当痛いですか。はい、請求書溜まってる。じゃあもうしない。いえ、今一応15億持ってます。じゃあ送れますよ。はい、いつでもどうぞ。はい、いってらっしゃい。はい、ん、2億え2億。でででででで、で死んだー。待って、OK、え、副作用なし。